実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長宮を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。についてのご用があればお役に立ちましょう。これで我らの鎧を整えてもよろしいでしょうか。鎧を仕立て直しましょうか。もう鍛えられません。もうこの刃は通しません。酒井様、道中どうかお気をつけて。
血を抜け。敵は取るぞ。逃がしてやる。湖は安全だと聞いたのですが、誤りでした。猛虎は岩の下の道で待ち伏せして、そこを通る者を襲っていたんです。知恵者がおるようだ。捨ておけんな。どうぞお気をつけて。兵が大勢おりました。無事
手はない。 覚悟を忘れはせんぞ。 Ya!
いざ勝負！ ジャンパーラッグを使え！ メッドを振ろう！ オトヤダッチバラクイ！ またせてしまったな。猛虎は筒の北にある四つ辻で通る者を捕まえてます。街道を掌握して捕まえた者を奴隷にしているのだな。どうにかして止めなくては。そうだな。今はその辻を避けておけ。 走れ、影！ が去ったら腹いっぱいになるまで果物と魚を食いたいな。アザモの海苔も捨てがたい。 Thank you.
Oi, o do que está harta? E no que está? O Lord não urba, seremste. Oi. Thank you.
하네. 자!
走れ、鍵。 こちらの精鋭を出せ！
士の道もこれだけ心地よいものなれば良いのだがな。ったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を、外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うから。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴らはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。Kenecha tulu irle bolik hamtad yabetskay tadawen vi durvun durin terik husum jilsin adakte ki garad ir Dasha!
お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。もしあなたもアザモ勢のご加勢に
聞いたことがないな。百姓と領主が蒙古と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに？それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう？長が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですか。我流の武士ということか。もったいないお言葉です。あれは火事か？あの家から。猛虎だ。ここを襲うなら蒙古は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。遅かった。救えぬ者もいる。ならば敵を討つまで。戦の前は心を鎮めろ。待て。安らげるよう願う。腕はあるが
焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続けろ。そういたします。影、さあ。困っておる様子だが、何があった。二の集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。
紫の菊だ。この花のことを奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の鎧への地図。先祖アレッボチチグリーンヘッフェン
ありがとうございます。もう安全だ。どうかお受け取りください。 ここにも紫の菊、忠頼の庵は近いな。 道があるはず。 地図、冠のものと似ているな。
誰の墓だろうか。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。紫の冠と同じ子を抱いて間もない。時は立ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓引かば数多を射抜く。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井陣、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い、盗人風情め。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラは今も村の裏にある山か。
いつか穏やかな旅に出ようか。駆けろ、駆け。
Yüç bir şüphe edeceğim. Değil mi ha? Удогыгча харда! Ben nasıl motor çatıp mı?
Oi, unu kıkça harta. Der Mund bei Stadler. Herzen Fagayu, du Manga. Zerm Stäbe. Oi, udo kıkça. Hayır. Yum higet. Wait,
하게 사! 네게 뭐 줬어? 아?
さあ来い。走れ、影！
かけろ、かけ。 ただよりの村一番奴ら奉仕を。 逃がしてやる。 酒井様、よく来てくださった。 忠頼の末裔に導かれた。 何があった？ 忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。 私はその解読のため連れてこられました。 鎧は奪われたか？ 酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあご自分で手にしてください。忠頼の石碑だ。
ただよりの鎧、絵も言われぬ美しさだ。下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。手が来るぞ、無事か？はい、社会様。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。